ポートランドクラシック2日目16日、コロンビアエッジウォーター CC、ベオレゴン州6467ヤードパー72首位と4打差のトータル6アンダー13位タイで、3戦ぶりの決勝ラウンド進出を決めた渋野日向子。リーダーボード上の結果だけを見ると上々にも思えるが、本人は、むちゃくちゃなゴルフに首をかしげる。 こんなに騒がしいのも久しぶり。アンダーで回れたのはびっくり。苦笑いを浮かべながら話すように。確かに本当に色々なことが起きた2日目だった。4番のボギーを5番パー5のバウンスバックで返した後の7番パー5では、ピン手前8メートルからのイーグルトライを決め拍手を浴びた。8番では、 初日の13番に続いて2日続けてのチップインバーディを奪い、10番パー5では2打目を池に落としながらも、その後をパーでまとめ上げた。11番では本人が1番印象に残ったと振り返る。林の中からのミラクルパーセーブも、71というスコアの中には、歓喜、不満、 驚き、怒り、そんな喜怒哀楽が詰め込まれていた5アンダーで3位発進を決めた初日だったがその内容には50点と辛口の評価を与えていた2日目も目を見張るプレーは多かったがその反面ミスでうなだれるシーンも目についた例えばバーディを奪った5番も ティショットを引っかき左に伸びる、池方向に飛び、ヒヤッとした後に奪ったもの。グリーン左奥の傾斜下から決めた8番のチップインも、1番、外しちゃいけんところに外した。もやもやしたけどラッキーでしたと。ショットのミスが結果的にバーディにつながっただけと認識している。前日はスコアを支えてくれたパットに関しても、14番、 16番で1、5メートルを外しボギーを叩くなど、後味が悪いものに、緩んで当たって右に出てしまうことが多かった。それを把握して今度は左に引っ掛けたり、こういったプレーの一つ一つが、良かったプレーを霧の中に隠す。前日訴えていたモヤモヤ感についても、 今日の方がやばい。内容も内容ですし、最後はパッティングがあの結果だし、上がりが悪いのは残念とより深さを増したというのが本音だ。前日10回だったフェアウェイキープ数は、2日目は7回にダウン、パーン数も13回から10回に減り、そういった数字も全体的に引っ掛けて、 思うようなショットを打てる回数は少なかったという印象を増す要素になる。結果ではなく内容を。今は強く追い求めているが、ゆえの葛藤だ。ただ、その深い靄の中に差し込む一筋の光がなかったのかというと、そうではない。ドライバーは最後触れていたから、よく捉えていいと思えるし。 15 16 17 5 16 1、番とアイアンショットも方向飛び方は良かったということも感じている課題にしてきたショットの距離感も少しずつだけど合ってきているというのもポジティブに考えていい部分だあとはいいなと思う距離感が打てたショットも多かったけど それよりもミスが目立ったという悪い部分との差を少なくしていくこと。それが急務となる。三戦ぶりの予選通過だけでなく、しっかりと上位を狙える位置に踏みとどまったのも事実。もう少し内容のゴルフができたらいい。あれだけ荒れていると、自分も不安になる。もっとステディなゴルフができたらいいですね。 大荒れの1日を乗り越えた次は安定飛行でスコアを伸ばすムービングデーそれを本人が一番期待している渋野ひな子通算6アンダー V 圏内も苦笑いむちゃくちゃなゴルフだった米女子ゴルフココアヤカ22イコール富士通イコールが69と伸ばし通算8アンダーで首位に2打差の4位に上がった シブのひな子、23、イコールサントリーイコールも、前日トップの上原綾子、38、イコールモスイコールとともに、通算6アンダーで、V 圏内、通算10アンダーの首位に、リリアブ、米国とエスター・ヘンゼライと、ドイツが並んだ。むちゃくちゃなゴルフだった。1アンダーで回れたのが、不思議。 渋野日向子が中継テレビ局のインタビューで苦笑いした。イーグルあり、ボギーが4つありと、出入りが激しい内容。ただ、それでも3戦ぶりに決勝に進み、4打差は残り2日間で十分に逆転できる。本人も上を狙えない位置ではないと、まんざらでもなさそうだ。 7番パー5でのイーグルは残り222ヤードを7番ウッドで8メートルにつけた打球は目標より左に出たがピンに位置直線上りのパットを真ん中から沈めた続く8番パー3第1打を1番外してはいけないところというグリーン左横ラフに打ち込んだが そこから20ヤードを転がし入れて、チップインバーディー。15番は9番アイアンで、ベタピンにつけ笑顔が止まらなかった。前週は予選落ちした後、寄せの練習を多めに取り入れた。それが今日につながったのかな。フェアウェイキープが7ホール。パーオンが10ホール。前日を大きく下回ったが、 日本に一時帰国した際に新調したアイアンの距離感はかなり合うようになってきたというようやく予選を通過できた明日はいい内容のゴルフをしたい渋野日向子が首位先生に精進を合わせた渋野日向子の妹、アキラリコ通算3オーバーで74位国内ツアー初出場は 予選落ちの可能性高まる国内女子ゴルフ、ステップアップ、カブツアー、三洋新聞レディス二2日17日、岡山、東自オ岡マリンヒルズ GC、6360ヤード。バー72賞金総額3000万円、優勝540万円、有観客開催、渋野ひな子の妹で。アマチュアの渋野ひな子、リコ、キリコ。 19位コール名は、国内ツアー初出場で予選落ちの可能性が高くなった。48位から出て2バーディー。4ボギーの74と2つ落とし、通算3オーバー。147。60位タイまでが決勝ラウンドに進出する中、ホールアウト時点で、 カットラインを下回る74位となった。アウトコースの第1組でスタートしており、後続の選手の成績次第で、カットラインが変動する可能性がある。3番パー3でバーディーが先行したが、その後は5バンパー5、8番パー4をボギーとし、前半は1つ落として折り返した。 後半は12バンパー3でバーディー13バンパー4でボギーと一進一退の展開となった17ホールを終えた時点で通算にオーバーで62位だった最終18バンパー5は前日の第1ラウンドではバーディーを奪っていたがこの日は痛恨のボギー 仮に18番をバーディーとしていれば、1オーバーの47位で予選通過が濃厚だった。18番をパーで終えていても、後続の選手の結果次第となるが、2オーバーはボーダーラインで、当落は五分五分の状況となっていた。アキラ・リコは8月、姉のヒナコと共にインドネシアのジャカルタで行われた招待試合。 シモーネアジアパシフィックカップに出場した。国内外を通じて、プロの試合に出場するのは初めてで、3日間通算12オーバーで個人戦は31位、7オーバーで個人戦22位だった姉と、2人1組のチーム戦は22チーム中15位という結果だった。渋野日向子が3戦ぶりに、 決勝ラウンドに進出も、もやもや、むちゃくちゃなゴルフ米女子、ゴルフツアー、ポートランドクラシック2日目、16日イコール日本時間17日。オレゴン州ポートランド。コロンビアエジュウォーター CC イコールパー72。3位から出た渋野ひな子、23イコールサントリーは1イーグル。3バーディ。 4ボギーと71のラウンドで通算6アンダーとし、首位と4打差の13位で3戦ぶりに決勝ラウンドに進んだ。渋野日向子は内容的にむちゃくちゃなゴルフだったので、1アンダーで回れたのが不思議なくらい、もやもやの残るラウンドでしたと振り返ったように、ショットが安定せず、トラブルの連続、それでも、 運を味方につけて、8番パー3ではチップインバーディー10番パー5では池に入れながらもパーセーブとしのいだもやもやの部分フェアウェイキープ率も少なくパーオン率もかなり低かったし全体的にも引っ掛けのミスショットがあり思うようなショットの回数が少なかったと自身の課題を挙げたが。 悪いなりにもスコアを伸ばせたのは、渋野ひな子にとって大きな収穫だ。決勝ラウンドに向けて2000連続予選落ちでやっと通過できた。今のところ、上を狙えない位置ではないので、しっかり明日も攻めつつ、いい内容のゴルフができるように頑張りたいと先を見据えた。初日首位だった上原綾子。 モスバーガーは73のラウンドで渋野ひな子と同じ通算6アンダーに交代。ココアヤカ、富士通は69で通算8アンダーの4位。野村里志系は腰の負傷のため、前半を終えて棄権した。